や南極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮のあたりまで泳いでいったんです。さて、そんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラットやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者の名にふさわしい生き物です。さあ、それでは再びトレーニングの様子を見ていきましょう。さあ、アースとトレーナーは皆さんの目の前のプール、大型画面の真下あたりにやってきていますね。さあ、今トレーナーの元へと到着です。トレーナーからは大好きな魚をもらっていますね。さあ、ここでアースから皆さんにご挨拶です。皆さんは大型画面をご覧ください。ゆっくりとプールの中へと潜り込み、水中カメラにカウントドアップを披露です。アースの顔は丸い形が特徴的なんですよ。アース、バッチリだったよ。ありがとう。可愛らしく皆さんにご挨拶をすることができましたね。さあ、今トレーナーの元へと戻り、氷をもらっていますね。当館では魚以外にも氷や水で作ったゼリーを与えることもあります。シャチたちにとってはご褒美の一つなんですよ。さあ、ここでアースジャンプを披露します。ゆっくりと皆さんの方へと近づいてきましたね。そしてプールの右側あたりで、シャチたちの口はとても大きいですが、あのように器用に口から水を飛ばすこともできるんです。この後もアースがジャンプを披露すると、お客様の方へ大量の海水がかかる可能性があります。3列目から4列目までにお座りのお客様、想像以上の大量の海水がかかりますので、濡れては困るお客様は今のうちに上の方へご移動ください。さあ、続いてはプールの左側でジャンプを披露します。前の方にお住まいのお客様、海水に巻いてるよ、了解になりますって言われました。今のように体の側面から着水するジャンプは、野生のシャチたちも行う行動なんです。そのような行動をブリーチングと呼んでいます。お客様の方へ大量の海水が飛んでいきましたね。プールの水は17度前後と、とっても冷たいですよ。風邪をひかないようにお気をつけください。さあ、アースが豪快なジャンプを披露したところで、ここからは世界中に住む野生のシャチの狩りの様子をご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているというわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べて、他の魚や生き物には全く目もくれないというシャチたちが住んでいます。続いてはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチたちは浜辺へと乗り上げ、オタリアの赤ちゃんを襲い
そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力しタイミングを合わせて大きな波を起こし氷の上で休んでいるアザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地で様々な餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。さあそれでは再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アストトレーナーは皆さんの目の前のプールへとやってきています。さあここでアースの全身をご覧いただきましょう。プールの深いところから勢いをつけるとステージにジャーリングです。バッチリとポーズも決まりました。アースの現在の体長は 5.9m もあります。ちなみに日本で飼育されているシャチの中で一番体の大きいですよ。ぜひアースのことを覚えて帰ってみてくださいね。さあここからはアースダイナミックな姿を披露します。ジャンプを披露していきますよ。アースがジャンプを披露するとお客様の方へ先ほどと同じように大量の海水がかかる可能性があります。3列目から4列目までにお座りのお客様、濡れても困るお客様は今のうちに上の方へご移動くださいね。想像以上の大量の海水が飛んでいきます。早速ジャンプへと向かいますよ。アースがプールの左側でジャンプを披露します。大きな尾びれを上下に組んでぐんぐん勢いをつけるとトレーナーの近くで豪快な背面が決まりました。たくさんの水しぶきが上がっていましたね。皆さんのお近くでジャンプを披露するとアースの体の大きさがよくお分かりになるかと思います。さあそしてトレーナーからはよしよしと撫でてもらっていますね。シャチたちはあのように体の一部を撫でてもらうことも大好きなんですよ。さあしっかりとトレーナーと呼吸を合わせて再び場所を移動します。続いてもアースはジャンプを披露します。しっかりと目でよくトレーナーのことを見ていますね。さあ今合図が出ました。アースが続いて披露するジャンプは空中で体をひねらせるとっておきのジャンプです。アースがジャンプを披露すると前の方にお座りのお客様に大量の海水がかかる可能性があります。海水には十分トレーナーの近くです。立派にジャンプが決まりました。見事に空中で体をひねらせていましたね。さあトレーナーからは大好きな魚をもらいます。シャチたちにはたくさんの歯が生えていますが魚を食べるときはつるっと丸飲みなんですよ。ぜひそんな魚の食べ方にも注目してみてくださいね。ちなみに体の大きなアース、1日に約80キロもの魚を食べています。さあ続いてもうジャンプを披露しますよ。アースは連続ジャンプへと向かっています。プールの深いところへと潜り込んでまずは奥の方で1回目順調にジャンプが決まっていますね。大きな目を上下に振って左側で2回目。さあそしてぐんぐん勢いをつけますよ。中央あたりで3回目。さあそしてトレーナーを追いかけてプールの右側で4回連続ジャンプが決まりました。見事なレ
回してきましたね。さあ、そして明日から最後に皆さんにお別れのご挨拶です。レーナーとしっかりと呼吸を合わせて、今ゆっくりと逆さまに乗り、大きな尾びれを振って皆さんにお別れのご挨拶です。この後も以上をもちまして私の豪快トレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。何回か流してるから、なんかまだ、ね。